ですね、商品レビューのコーナーです。はい、こんな角度と場所で申し訳ないんですけども、今ですね、北海道に来て、これから帰る予定です。予定というのはまだフェリーがキャンセル待ちで取れてないんですけども、で、ちょっとですね、時間があるので商品レビューをやりたいんですが、これですね、エクストラタックっていうですね、インナーシールド、ヘルメットのですね、はい、シールドの内側に貼り付ける、まあ、サングラスみたいなやつなんですけども、僕ね、あれがちゃんとあるんですよ。こういう、こう、シャッて降りてくるサングラスみたいなのがあるんですけども、これね、変更なんですよ。ね、だからちょっと使ってみました。はい、ちょっとね、紙くずついちゃいましたけども。で、使ってみた感想を述べます。はい。まず、変更というのは反射を抑えるんですね。で、確かにこれを使うとですね、反射が抑えられて、結構綺麗な景色が見えるんですけども、難点、携帯が見えなくなる、カーナビがわからなくなる。で、それから、あとこれね、周囲にこう粘着のこうゴムがついてるんですけど、これ結構分厚いんですね。で、シールドの結構上ギリギリにつけても、この線のところね、割と邪魔に感じる。まあ視界に入るほどではないんですけど、僕ね結構前傾してこう上にこう睨む感じなんですよ。だからね、ここのラインっていうのはね結構視界を遮ってましたねっていうのがあるのと、あとこれはねあんまりこう参考にならないかもしれないですけど、今回結構雨に降られたんですよ。で、雨に降られて虫がバーッとなって、で中にも浸水したりとかですね、湿気がすごかったんですけども、これ自体ですね、まあ曇り止め、要は二重シールドになるんで中に空気が封入されるから曇り止めとしての効果があるんですが、これ自体もですね吸湿するみたいなんですよ。で吸湿したものが中に溜まって、端っこがねちょっともやもやっと曇っちゃった感じでした。なんかしっかりこう貼り付ければよかったのかもしれないんですけどね、しっかり貼り付けたつもりだったんだけど、割とその吸湿性が逆にあだになって、曇ったっていう感じのは ありますね。そう、確かね、そう書いてあるはずなんだよな。書いてねえや。で、あとは僕自身の目の悪さっていうのもあると思うんですけども、このフィルム自体のね性質によるのかな、こうヘルメットの後ろとこう歪んでるじゃないですか。こういう風にね曲がってるじゃないですか。こういう風になってるね。こういう風になるとどうなるかっていうね、レンズ効果が生じちゃうんですよ、こうなると。だから僕目が悪くて眼鏡かけてるからっていうのもあるんですけど、こうやって見るとちょっとね像が歪むんです。あ、雨降ってきた。そう、結像が歪むんです。結像が歪むとどうなるかっていうと、ちょっとね頭痛がしてきます。目が痛いというかですね。で、そういうのがあるので、メガネ使いの人はまあね、レンズシールド部が厚くなれば厚くなるほどやっぱりそのレンズ効果が生じるので、まあまあこれを使うときはですね、自分のメガネの度数と合わせて、できればこうやってこう合わせて見てから買ってみるといいかもしれないかなと思います。で、残念ながら僕は最初は結構一生懸命これつけて景色は見えるとかやってたんですけども、まあちょっと1日やっていく中でちょっと頭痛が激しかったので、これは途中で外してしまいました。はい、長時間ですかね、僕は6時間とか8時間とか走りますからね、北海道来ると。朝だって9時には出て、ね、もう5時、6時まで走るわけですから、まあその中ではですね、微妙なこの疲労がこう蓄積されるっていうのはあったんじゃないかなとか思いますけども、普段そんなに長時間で乗らないっていう人でしたらですね、別にそういう場合でしたら僕も問題なかったと思います。はい、というような感じです。ちなみにこれ貼って剥がして何回も使えますので、別にこれ今回ねちょっと頭痛かったからってもう使わないっていうふうには思わないな。景色自体はよく見えます。はい、で変更自体が僕好きなので、またこれはちょっと使おうと思いますけれども、ロングではまあ使わない方になったかなっていう感じでございます。はい、
参考になれば幸いです。はい、これ下に買えるところのリンク貼っておきますので、僕は近くのアイコランドで買いましたけども、アマゾンとかでも多分売ってると思います。はい、というわけで、ホワイトベースの二宮翔平の商品デビューでした。ありがとうございます。